ザーズソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦い、極北でもあなたは負けることはない。私は信じています。北欧、ワルハラ宮でシドと相対したシュンは、自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人、他のゴッドウォリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたな、シャイナとやら。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ、私が相手になってやる。お前の相手は私が。俺のこのファイト。その女戦士が邪魔をしなきゃ。アンドロメダ、お前はタウロスのアルドバランの鬼をこの俺の剣によって倒されていた。そこか、かばりな、そこか。やはりサンクチュアでアルデバランを闇討ちしたのはお前か。まだまだだよ、シャドウバイキング隊が。この男にはシャドウバイキング隊が必ず一矢報いてみせる。マリンとの約束だからね。お前の蛇使いとやらはこの暗黒の爪と牙で引き裂いてやるとしよう。シャドウバイキング隊が。エイゴウィナー、憎しみこそが我が力の源なのだ。お前の相手は私。俺のこの…ファイト。かばりな、そこか。シャドウバイキング隊が邪魔をしなければ。アンドロメダ、シャドウバイキング隊が。カウラスのアルデバラン同様、この俺の剣によって倒される。その女に礼を言う。やはりサンクチュアリでアルデバランを闇討ちしたのはお前だ。まだまだだよ、かばりな、シャドウバイキング隊が。おかしいとは思ってたんだよ、いくらゴッドウォーリアーが強大とはいえ、あのアルデバランがそう簡単にやられたりするわけないんだからね。カバリナ、すでに実力を努力してもゴールドセイントのアルデバランと合格にしても、確かにまともに戦えばどちらも気がついた。それで闇討ちってわけか。シャドウバイキング、ヤングコーンって遊べるゴッドウォーリアっていうのはこんなに卑怯な奴らだったのか。卑怯、
このバドはあくまで彼のゴッドウォーリー、最もブロンズ戦闘を得る。この俺が相手を得たら何か思ってはいない。このカバリナシャイナと実力の違いはもうカバリナさせてやる。シャドウバイキング戦いが遊びなさいなっていうのか。女の蛇使いとこの暗黒の爪と牙で引き裂いてやるとしよう。まだまだだよ。ウィナー、憎しみこそが我が力の源なのだ。このシャイナを甘く見てもらっちゃ困るよ。ファイト。シルバーセイントを舐めるんじゃないよ。私だってアテナを守るセイントなんだ。カバリナ、おかしいとは思ってたんだよ。いくらゴッドウォーリアー巨大とはあのアルデバランがそう簡単にやられたりするわけないんだからね。カバリナ、どこか俺の見たところシドの実力を持ってしてもカバリナーのアルデバランとの合格の人は確かにまともに戦う。カバリナシャドウバイキングってわけかい。シャドウバイキングタイヤークロー闇討ちだなんて。シャドウバイキングアルデバランのゴッドウォーリアっていうのはこんなに卑怯な奴らだったのか。卑怯。このバドはあくまで影のゴッドカバリナ最もブロンズ戦闘でこの俺が相手を打ちねばならぬとは思ってもみない。ふざけたことよシャイナと実力の違いはもう分かったが、そろそろ終わりにさせてもらう。カバリナ戦いが遊びに過ぎなっていうのカバリナ。ウィナウィナこのシャイナに立てつくからさ。シルバーセイントの私にかかれば簡単さ。さあ二人仲良くあの世に行け。シャイナさん、誰だ。フェニックス一騎。バカな、フェニックスはミーネと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメよ。そして自らも戦っているアテラすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限りどんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュン、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛というのはくだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだフェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っているとき加勢しなかったのだ。フン、このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ製のゴッドウォーリアとなるんだ。
わざと弟の指導を見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣。はいと。お前などには分かるまい。愛する友や弟たちがいたからこそ、俺はこの世を信じ、戦い抜いてこれたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。お前が蘇ったところでわずかに命を流られたりする。このバドの戦いというのかな。貴様。弟を見殺しにして何も感じないのか。ブロンズセイントごときに敗れた者が悪い。今の俺にたとえそんなに強いことであろう、弱者に冷たい向けられるのか。そのたび全力を尽くして戦い倒れた者に対する言葉か。ましてや血を分けた弟へのかな。シドの剣をすでに見切った。シドごときの剣と俺の剣を一緒にするな。このまでの腕を持つことシドの影に甘んじていたというのか。光と影の役割が実力で定められたものならこの食らえ。そうではなかったということだ。先ほどまでの大口はどうした。そんな体で兄を助けようとでも言うのか。バカめ。兄か弟だとか言ったところ、今のお前たちの憎しみこそが我が力の源なのだ。アテナのために負けはせぬ。ファイト。あんなもので俺を倒せたと思うのは早いぞ。バドヤ、フェニックスは何度でも言われる。貴様に勝ち尽くし、地獄の底に叩き込むまではな。貴様の弟を見殺しにして何も感じないのか。ブロンズセイントごとくに破れた。今の俺もたとえその男が血を分けた男であり、弱者の冷たいむくろにしか見えない。それはそれが全力を尽くして戦い倒れた者に対する言葉か。ましてや血を分けた弟へのそれは狙う。シドの剣をすでに見切った。シドの時の剣と俺の剣を一緒にするな。これほどまでの腕を持つ男がシドの影に甘んじていたというのか。光と影の役割が実力で定められたものだが、ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。本気を出すべきだったか。元より血のつながりなど無意味なもの。いや、兄弟であるがゆえ余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと、バカな。そうか、ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だがアスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊は身の凍るアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。
自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだ。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。喰らえ。この線を越えると死ぬ。俺のこの線。ファイト。お前たちが何度でも起き上がってくれていい。何度でもお前たちを打ち倒してやる。俺たち兄弟、幸せな星の元に生まれたわけではない。一時は敵と味方に分かれて戦ったことがある。今こうしてアテナのもとに素晴らしい友達と一つの目標に向かって戦うことができる。俺たちのような強い星のもとに生まれた兄弟でも、いつか平和に暮らせる世の中が来ることを信じ、そのために俺たち兄弟は力を合わせて戦う。この世でたった一人の弟を妬み憎み、それで得た勝利など何になる。兄さん危ない。そんなに死にたければこのバドがメールに送ってやるぞ。アンドロメダ、シュガーの心配するな。この男は俺が相手をしてやる。信じられん。これほどの個性体の中に存在すると、これがアテナのセイント、セブンセンシス。英語ウィナー。どこへ行こうと俺の勝手だ。本気を出すべきだったか。バトよ、フェニックスを撃て。早く。何？シド。しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ製のゴッドウォーリアなのだから、早く。シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと。ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ製のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェリックス、あえて避けはせん。
くそ、どうしたバド。兄さん、シド、なぜだ、なぜあれほど憎んだシド。この世には憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても、だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして、兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。